おはこんばんちはー。はずさと、たかの、つむつむチャンネルへ、ようこそ。リクエストいただきありがとうございます。今回は、YouTube コメント欄から、リクエストいただきました。そのリクエストは、ジェダイループの連続プレイでの、コイン稼ぎを検証してください、とのリクエストを、いただきました。私のジェダイループは、最近スキル5になったばかりなので、張り切ってやってみます。ということで、ジェダイループスキル5で、どれほどコイン稼ぎできるか、コイン稼ぎ率は、どうなのか、を検証してみました。今回は、ノーカット連続5回プレイして、1回プレイあたりのコイン稼ぎの、平均と、5回プレイしてどれだけコインを、稼げたか、計算していますので、参考にしてもらえばと思います。プレイ最後に、コイン稼ぎのデータを、記載していますので、参照ください。また、1プレイ目と最後の5回目以外は、倍速プレイとさせていただきます。ジェダイループ、スキル5で、連続コイン稼ぎ、どれほど稼げるか？では、レッツ、つむつむー。まずは、1回目、コイン、6000枚オーバー。に対して、コインボーナスは、波、といった感じです。では、続けて2回目行ってみましょう。
2回目、さっきよりは、コイン獲得枚数は、少々落ちましたが、平均的な数値です。コインボーナスも、さっきと同じくらいです。さあ、次々行きましょう。3回目、6800枚と、さっきより大幅に、コイン獲得しましたー。がー、コインボーナスに恵まれず、2回目より獲得枚数が、ちょっと、減ってしまいましたー。残念、めげずに進めていきます。4回目、コインは、6200枚くらいに、対して、このコイン枚数、ようやくプチ当たり、2倍が来ましたー。2倍でも、コイン1万枚オーバーは、正直美味しいです。では、ラストプレイ行きましょう。
ラストも5回目。ここでも、コイン6300枚に、対して、獲得コインが、1万2000枚オーバー。またまた、倍率2倍です。2倍くらいでも、この枚数になる、ジェダイループ、時間的効率も、あるかと思いますが、私は、このツム、コイン稼ぎには最高ツムだと、改めて実感いたしました。5回プレイしても、コイン稼ぎ検証データです。画面も参照してください。ディズニーツムツムプレイ動画集は、現在リクエスト動画、募集中です。このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしい、など、何かありましたら、Twitter、YouTube チャンネル、運営していますので、よろしければ、Twitter でコメント、YouTube 動画内のコメント欄に、記載してください。Twitter、YouTube チャンネルの、リンクは、ディズニーツムツムプレイ動画集チャンネルの、説明欄に、リンクを貼っていますので、Twitter へは、そちらからどうぞ。プレイヤー、タカは、まだまだ下手なので、度合いによりますが、プレイヤー、タカ、と、私、トークロイド、ハズサカ、厳選し選ばせていただきますので、応募お待ちしています。最後まで、動画をご視聴してくださり、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、よろしく、お願いいたします。